そのちなみにライブの話なんですけど、うん、はい、まあ、打ち上げる前に どんなことをやろうとしてるんです、直美ちゃん。私10年ぶりのライブになるんですよ。で、あの、うん、あ、まあ、はっきりしてもらうと 俺も20年ぶりぐらいかな。ええ、なんかそれぐらいのもう本当に自分の中で大切なマイルストーンで考えて取り組ませてもらってるんですけど、やっぱりテーマは一番最初に今須田さんもおっしゃってた、やっぱりそういうつながりとか、なんかそういうものを大事にして、なんかこう愛についてこう表現できたらいいなとは思ってます。え、ちなみになんかもう曲って決めた？一応あの今回のこのレガートので作った曲は2回歌わせてもらって、うん、はい、俺もそうしようと思ってます。で、あと、まあ、はい、2曲ずつみたいな感じで、なんで私は3曲ずつ、あと今回のテーマソングがあるんですよね。はい、そうですね、この話後で言ったの。あ、全然全然全然。あの、みんなで最後に歌う。いい曲だよね。いやいや、すごい。まあ、本当に、松田君作ったんだけど、素敵な曲。慶三さんはね、百戦錬磨なんで、慶三さんどんなの？もう、ちょうどね、だから、30周年っていう記念の年が、まあ、明けて、はいはい、31年目、まあ、そのスタートというような、感じのタイミングなので、まあ、そのレガートで、歌わせてもらった僕も、まあ、そういう意味ではこうあんまりこう他の方が作った曲っていうのを、うん、歌うってことは少ないんだけど、こうあのレガートでは、まあ、そういう、なんていうのこう作っていただいた曲をですね、はい、やっぱりその歌わせていただいてる、まあ、その曲 AB のね、はい、まあその30年の、まあ、なんか振り返りながらの、まあ、お届けできることがあるんじゃないかなというふうに思います。本当にね、ご飯を食べながらお客さんとか見ていただく方々、お客さんにとって30年そう、やっぱ楽しんでもらわないとね。そうで、やっぱりなんか、まあ、こういうご時世じゃないですか。来る方も様々なことを抱えながら、まあ、僕らもいろいろ抱えてますけれども、やっぱそういうところをね、なんかこう少しでもなんか寄り添えたり解放できたりとかするような、まあ、ことになればいいなという願いを込めて、まあ、お届けさせていただきたいと思います。俺はあれですよ、新曲このレガートのために、あの先ほど皆さんにはラフミックスを今日老眼っていう曲書いてある。老眼、いい曲、それまた切ない。いやいや、君は最近気づいたんですけど、うん、いや、それこそね、慶三さんね、30歳じゃないですか、はい、あ、30年とか、はい、音楽の経験がこう今までの歴史があって、はい、でもう数ある歌が大切なものはそばにあるって歌うじゃないですか、それはもうね、おっさんになって気づいたんですけど、残念ながらそのそばが見えないっていう。え、どういうこと、どういうこと。哲学的な、哲学的だな、いやいやいや、本当に、いやいや、本当に、うん、あれですよ、だから大切なものがそばにあることは重々承知なんだけど、あの所さんも言ってた、もう大切なものが近すぎると見えないっていう。そう、近すぎちゃって見えないんですよ、なるほどね。だからそういうとこあるね。そう、でもそれに気づいた上でなおかつどうすればいいのかっていうのを自分なりに曲にしようと思って、うん、曲にして、あとはだからそのできればピアノの僕は弾き語りかな、弾き語りで新曲と2曲ずつちょっと曲を、あれですよ、だから、うん、俺も言ってみますね、うん、一番手でやらせてください。おー一番だそうです。なるほど。だってさ、だってずるいよ、亮太とか圭吾さんとか伊勢とか、うん、そうガンガンやってんだもんかなとか、そんな人が盛り上げよくありがちな温めときましたっていうのはやれると思うんですけど、温めたのものを継続させる自信がないんで、
いやいや、じゃあ僕3番とか芸能さんっぽいでしょ。どん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 なんか決まってって、でもいやいやいや、だから俺らは亮太君とね、伊勢君ダメですよ。あの芸能さんはもうみんな食べ終わって、うん、食べ終わってそこで、あのリバーブバンバンっていうのもなんだ。いや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 、早いうちに温泉に使っていただいて。いやいや、もうとにかくあれですよ、慶三さんを、あの言うても音楽業界年功序列ですから厳しいですよ、帝京高校サッカー部ぐらい厳しいんで。そうなの、はい、知らなかった。ちゃんとね、やっぱり盛り上げていただいて、で、ね、ここにはちょっと今日来てないですけど、僕本当に今までお仕事させていただいて、うわこの人たちの歌すげえなと思う人たちばっか集めて、見たことないでしょ、ガナハのライブとか遺跡のライブとか両党のライブ、やばいよ、あのね、やばい。遺跡とかなんかもうアコギで多分弾き、ま、アコギで弾き語るんだろうけど、いやちょっとね、サブイボが出る。最初にね、1番、2番、3番で温めて。いや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 、慶応さん鳥なんで。いやいやいや、それは業界の慣習が許さないと。いやいやいや、そんなことない、そんなことない。でもな、1番ってまだアルコール入ってねえ可能性あるな。お客様が。そう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 。まあいいか。はい、いや、なんなら1番でも僕。ダメです。いやまあちょっとね、頑張って、ライブをやりたいと思うので。皆さんのあれは、曲を全員の曲を聴けるってことですもんね。サブイボーライブと、幸せになる以外、他になる感情がない。友人からも連絡来て、こんなに豪華だったら安い安いって入ったんですよ。確かにそうかなと思って。いやいやいや、しかもご飯も作ってたんですか。そうですよ、そうなんですよね。だから確かにそうだよな。美味しいね。じゃあ、今日ね、やってもらいましたけど、3月21日、頑張りましょう。お、はい、ありますよ。ぜひちょっと食事も美味しいし、音楽も素晴らしいので、ぜひ皆さん。そう、そして安全ですね。はい、安全なので。はい、で、1100人向けのスピーカーを70人で一人占めできる。すごい。素晴らしい会場なので。素晴らしい。3月26日、レガート、マット、テレビハウスにお越しくださいませ。よろしくお願いします。お待ちしてます。お待ちしてます。乾いた木の棒。